私は航空自衛隊エアディフェンスコマンド A3 の伊藤ですキロエコインディアゴルフオスカー、ルインディア単語オスカー。いえ違います、えー、このレッドフラッグについては、えー、私にとっては4回目の参加となりますが全、えー、3回目については3回までは私はファイターとして参加しておりましたが今回の参加はプランナーとして参加しておりますので、えー、少し状況が違います 今回のレッドフラッグについては航空自衛隊がアラスカにおける訓練に参加してから21回目となりますがえ年を重ねるごとに参加者の戦術議論そして我々のインターオペラビリティについては向上していると感じていますデブリーフィングのプロセスが私は一番好きですえレッドフラッグにはえ非常に優れた訓練環境が整っています その環境の中で訓練を実施し訓練をした後に参加者が一同に会して共通の教訓を暗出しそして次の日のミッションに生かすというプロセスが非常に素晴らしいと感じています私は今回週にプランニングを担当してまいりましたがこのレッドフラッグのために300人を超す人員そして F15AWACSKC767C130 といった4機種の航空機を国外で運用することとなりましたこれらの我がアセットを運用するのに必要な調整は非常に多岐にわたり大変であるものと感じていますしかしながらパカフをはじめとした米軍の献身的なサポートのおかげで現在も大きな問題なく訓練に参加することができていますもちろんです、えー 今回が21回目の参加と申しましたが毎回我々は日本に帰ってからレッドフラッグで得た経験や教訓といったものをさらに細かく分析しフィードバックを行っています例えば現在我々が考えている戦術であったりもしくは作戦計画の立案といったさまざまな分野においてレッドフラッグで得た知識や経験が役立っています。 あと数日,で数日で帰国することとなりますがここで得た米軍のアセットの協力に対し感謝を申し上げます。以上です